清宮選手の話に関してラジオネーム和岡さんです。森さん何ですか、清宮は指名しないと、ドラゴンズは指名しないといけないんです。今シーズンの集客何ですか、あれではダメ、フロントを含めて集客を考えないとプロはダメなんです。フロントの集客対策に真剣なら清宮を堂々と指名すべきです。球団として心意気見せてほしいですと。あ、まあいろいろなね、ファンの方の意見っていうのはこれ当然あると思いますけども、いい、プロである以上ね、お客さん入れなきゃいけないって、これね今おっしゃる通りですよね。おっしゃる通りですけど、でも勝たなきゃいけない、なるほど、勝つためにじゃあ誰が必要かっていうことを考えると、今冷静に僕らは評論家としてやらせてもらうんだったら清宮と中村って言ったら、僕は中村の方が必要だなと思うから中村って、ドラゴンズ OB は言ってるんでしょうね、確かにお客さんは入れたい、確かに別に清宮選手来てほしくないって思ってないですよ、誰も、誰も思ってないですからね、それは清宮と中村欲しいってみんなオーナーも含めて、もう全員トレーナー全員欲しいと、そうなんですよね、言いますが、まあ、あのルールに基づいたドラフトをやる、かつ、まあ、現在のチーム状況といろんな、まあ、取材を踏まえて今日はお伝えしたんですけれどもね、森重ファンさんです。清宮選手の件なんですが、最短でメジャーに行きたい希望を持っているようですが、仮に中日が指名権を獲得しても拒否はありえないんじゃないかなと思いますと、清宮選手サイドから西武時代多くの打者を育てた、サイドからすれば西武時代多くのバッターを育てた土井コーチがいるということももちろん知っているわけで、ただ現状のチーム状況からすると中村、鈴木、田島の3択になるんじゃないかなと、冷静な意見もいただいております。そうですね、まあでもその僕が一つ思うのは、清宮君が将来メジャーに行きたいと、いうことは、まあその夢はいいですよ、だけど僕らやっぱり野球選手やってきた中では、じゃあ結果残せよ。そうですね、プロでの一軍で圧倒的な成績を残して言わなきゃいけないよっていうことになるよね。そうですね、だからまあ今で言う大谷とかでもやっぱりそれだけのものを出してるからね、まあ、この辺は、これからもう全て数字が、彼にのしかかってくるからね。そうですね、勝負じゃないかな、西春日郡の小出さん、中日が清宮を取ったならビシエドをトレードに出すことだってあるでしょう今の中日はオーナー命令至上です、あと背番号は1を上げてほしいということですね。まあね、あのなかなか非常にモダンなあのご意見をいただきましたけども、ビシエドね、給料高いから引き取ってくれる球団あるかな、なかなか現実的にはでもできないことはないですよね、ルール的にはできますけどね、1億7000万のビシエドジャイアンツかソフトバンクさんに、っていうことになっちゃうもん ね、 ね、そうですね、だけど、まあ、これは非常に難しいかな、でもなんか背番号1番っていうのはね、もし来たら、いいかもしれないですね。そうですね、まあ友永選手がね、今つけていますが、まあ一番、いやいや、もうこれもね、背番号も勝負ですから、勝負ですから、これはいろいろあると思いますよ、あとね、春龍さん、東海市の方ですね。広島がドラフト1位指名中村翔成公言していますが、広島が内野手にコンバートさせるという話も出ていますと、これちなみにドラゴンズはもう中田球団、スカウト部長はキャッチャーとして評価してキャッチャーとして使いますと公言していました。したがって、まあ、カープ一本釣りになるかっていうのはちょっと考えにくいですけど、内野手コンバートもあるんですよね。いやキャッチャーですよ、やっぱりキャッチャーですか。いや、キャッチャーやって打ってくれればこれいいじゃないですか、そうですね、なかなかあのセリーグってキャッチャーはだいたい定位置8番ぐらいになっちゃってますけど、ジャイアンツの阿部みたく、キャッチャーで4番、城島だってそういう選手でしたから、かっこいいですよ、打てるキャッチャーって言ったらめちゃめちゃチームとしてはもう大プラス材料ですから、僕はキャッチャーで4番打ってほしいですね、こんなメッセージも届きました、こちらは丹羽郡ラジオネームニーラさん、ドラフト気になります。私が一番気になるのは指名された瞬間の選手の顔です。あっ
ちゃドラゴンズかよなって顔は見たくないな、喜んだ顔してきてくれると嬉しいですと、ちょっと顔について、うん、ただまあ私の推測ですが、そういう顔をする選手はですね、はい、かなりあの素直な育ちをされていると思います。性格はいいんじゃないかなと予想しますが、純粋な感じはしますけど、まあでもある程度選手皆さんだってどうですか、たけしさん。いや、やっぱり一流の球団行きたい球団ってあると思いますから、うんうん、そういう中では例えばね、抽選になった時に、あちゃーっていうのは、まあ、素直な気持ちじゃないですか、高校生ですから。そうですよね、はい、まだ高校生ですからね。でもどんどん上がってきますから、僕のことですけど、僕もドラゴンズに行きたくなかったんですよ、指名された時は。ああ、そうですか。ですけどやはりね、ドラゴンズに入団してやらせてもらったら、もうドラゴンズが好きで好きでたまらなくなってしまった、うん、それでいいじゃないですか、うん、入ってから、そうそう、入ってからはやっぱりそういう気持ちになりますから、うんうん、で自分のやりたい球団に絶対に倒してやるっていうね、気持ちになりますからね、うん、初めの顔は、まあ、あの若いから、うん、愛嬌愛嬌です、ね、気にしないでください。そういうことですね。はい、はい、1番。いやいや、もうこれもね、背番号も勝負ですから、勝負ですから、ね、うん、これはいろいろあると思いますよ、うん、ね、はい、あとね、春龍さん、東海市の方ですね。広島がドラフト1位指名中村翔成公言していますが、広島が内野手にコンバートさせるという話も出ていますと、うん、これちなみにドラゴンズはもう中田球団、スカウト部長はキャッチャーとして評価して、キャッチャーとして使いますと公言していました。したがって、まあ、カープ一本釣りになるかっていうのはちょっと考えにくいですけど、内野手コンバートもあるんですよね。いや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 、キャッチャーですよ、うん、やっぱりキャッチャーですか。いや、キャッチャーやって打ってくれればこれいいじゃないですか、うん、そうです ね、 ね、なかなかあのセリーグってキャッチャーはだいたい定位置8番ぐらいになっちゃってますけど、うん、うん、ジャイアンツの阿部みたく、うん、キャッチャーで番、清宮を取ったならビシエドをトレードに出すことだってあるでしょう。今の中日はオーナー命令至上です。あと背番号は1を上げてほしいということですね。まあね、あのなかなか非常にモダンなあのご意見をいただきましたけども、はい、ビシエドね、給料高いから引き取ってくれる球団あるかな、なかなか現実的には。いや、でもできないことはないですよね。ルール的にはできますけどね、まあ、1億7000万のビシエドジャイアンツかソフトバンクさんに、うん、っていうことになっちゃうもん ね、 ね、そうですね、だけど、まあ、これは非常に難しいかな、うん、でもなんか背番号1番っていうのはね、うん、もし来たら、うん、いいかもしれないですね。そうですね、まあ友永選手がね、うん、今つけていますが、まあ清宮選手の話に関してラジオネーム和岡さんです。森さん、何ですか、清宮は指名しないと、ドラゴンズは指名しないといけないんです。今シーズンの集客何ですか、あれではダメ、フロントを含めて集客を考えないとプロはダメなんです。フロントの集客対策に真剣なら清宮を堂々と指名すべきです。球団として心意気見せてほしいですと。まあ、いろいろなね、うん、ファンの方の意見っていうのはこれ当然あると思いますけども、いい、プロである以上ね、うん、お客さん入れなきゃいけないって、これね、今おっしゃる通りですよね。おっしゃる通りですけど、うん、でも勝たなきゃいけない、うん、なるほど、勝つためにじゃあ誰が必要かっていうことを考えると、うんうん、今冷静に僕らは評論家としてやらせてもらうんだったら、清宮と中村って言ったら僕は中村の方が必要だなと思うから、中村って、うんうん、ドラゴンズ OB は言ってるんでしょうね、うん、まあ、確かにお客さんは入れたい、うん、確かに別に、うん、清宮選手来てほしくないって思ってないですよ、誰も、誰も思ってないですからね、それは。清宮と中村欲しいってみんなオーナーも含めて、もう全員トレーナー全員欲しいと言っていますが、まあ、あのルールに基づいたドラフトをやる、かつ、まあ、現在のチーム状況といろんな、まあ、取材を踏まえて今日はお伝えしたんですけれどもね、森重ファンさんです。清宮選手の件なんですが、最短でメジャーに行きたい希望を持っているようですが、仮に中日が指名権を獲得しても拒否はありえないんじゃないかなと思いますと、清宮選手サイドから西武時代多くの打者を育てた、サイドからすれば西武時代多くのバッターを育てた土井コーチがいるということももちろん知っているわけで、ただ現状のチーム状況からすると、中村、鈴木、田島の3択になるんじゃないかなと、冷静な意見もいただいております。そうですね、はい、うん、まあでもその僕が一つ思うのは、清宮君が将来メジャーに行きたいと、うん、はい、いうことは、うん、まあその夢はいいですよ、うん、だけど
僕らやっぱり野球選手やってきた中ではじゃあ結果残せよ。そうですね。プロでの一軍で圧倒的な成績を残して言わなきゃいけないよっていうことになるよね。そうですね。うん、だからまあ今で言う大谷とかでもやっぱりそれだけのものを出してるからね、まあ、この辺は、これからもう全て数字が、彼にのしかかってくるからね。そうですね、勝負じゃないかな、西春日井郡の小出さん、中日が